寒くてさ、冬のようだった。まだ2月でした。はい、というわけで皆さん、こんにちは、ユニコーンです。はい、今回はですね、ゲームをするわけではなく、お知らせの動画になります。はい、皆さん見てください。ツイッターっていう枠を追加しました。どうでもいいか。はい、というわけでね、今回はですね、お知らせがありまして、最近ね、僕が出した動画の、こちら、無差別アカウントの停止についてっていう、動画を上げたんですが、この動画に関してね、この動画っていうか、無差別アカウント停止について、少し進展があったので、そちらの方お知らせしたいと思います。こちらですね、僕がよく、コラボとか、ゲームを一緒にやっていたラックチャンネルがね、なんと復活いたしました。以前ね、このチャンネルが、YouTube の方でなぜか消されるという無差別なね、アカウント停止があったんですが、最近ね、最近だからさっきか、さっき、ラック君がね、たまたま気づいて、このアカウントが復旧していたらしいです。ラック君本人に、ちょっと画像をもらったんですが、このようなメールが来ていたらしいです。こんにちは。調査の結果、お使いの YouTube アカウントが利用規約に違反してないことを確認できました。この結果を受け、お使いのアカウントの停止を解除いたしました。現在アカウント有効で、これまで通りご利用いただけるようになっておりますと。はい、このようなメールがね、来てたらしくて、それにちょっと気づかなかったらしいんですけど、さすがラック君らしいみたいな。それとでもいいか。ツイッターの方で、調べたんですよ。まだ他に復旧してる人がいいのかなと思って。そしたら何人かいて、ぼちぼち、YouTuber アカウントがね、復旧してるという感じですかね。ラック君と以前話してて、さすがにもう復旧しねえだろとか、諦めた方がいいみたいな感じで話してて、ラック君自身もまた新しいアカウント作って動画上げとかしてたんですけど、まさか YouTube アカウントが復旧するとは思ってなかったと。はい、2人でね、びっくりしてました。 はい、旧ラックチャンネルをね、ぜひご覧ください。多分面白いと思うんで。はい、多分。そしてね、まだ、無差別アカウント停止食らって復旧してない人は Gmail の方をね、ご覧ください。もしかしたら先ほどのメールが来て復旧してるかもしれません。はい、ぜひね、一度確認してみてください。今回もう一つお知らせがありまして、こちら、この動画なんですが、昨日生放送、バトルフィールド4の、生放送をしたんですが、この動画がね、ちょっとね、いろいろ問題がありまして、別に大した問題ではないんですけど、プレステ4で使ってる、ヘッドホンのマイクが本当に悪くて、すごい音割れしちゃってるんですよ。それでもうなんか、後から確認したんですけど、もう聞けるようなもんじゃなかったっていう。大して音をね、というか、大して声を上げてもないんだけど、なぜかね、すごい音割れするんですよね。新しいヘッドホンをね、買いたいと思います。1週間にね、1回は生放送しようと思って、曜日がですね、木曜日に生放送しようかなと。ゲームとか、そんな感じですね。ぜひね、ご覧ください。もしもね、コメントとかくれたら、それに答えていきたいと思うので、はい、答えられる範囲で、はい、よろしくお願いします。というわけで、ご視聴ありがとうございました。次回の動画までね、ネクスチューブ。いや、ちょっとね、このネクスチューブっていう挨拶ちょっと気に入ってるんですよね。他の YouTuber さんたち多分言ってないでしょう。俺だけのものや。